発車します。開いてるドアが閉まります。閉まるドアにお気をつけください。今日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。普通列車岡山行きです。阿賀保、有馬勝原、網干、辰野、相生、船、上尾の順に終点岡山まで各駅に止まります。途中の相生には8時22分、上郡8時34分、和気8時56分、瀬戸9時10分、終点岡山には9時29分に着きます。列車4両つないで運転をいたしております。高列車お手入れは一番前の車、1両目の車の後寄りについております。お客様にお願いいたします。お手荷物、カバンなどは膝の上か荷物棚の上に置いていただけますよう座席の譲れんご協力をお願いいたします。携帯電話並びにスマートフォンご使用についてお願いをいたします。あらかじめマナーモード設定の上通話はご遠慮ください。まだ優先座席とその付近では混雑時には電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。この列車車掌は稲垣です。終点岡山までご案内いたします。次は阿賀保、阿賀保です。出口は左側です。阿賀保です。出口は左側です。さあ、ドアは自動で開きます。座口付近のお客様、ドアが開くまでどうか手を離してお待ちください。発車します。ドアが閉まります。閉まるドアに気をつけください。
終電車って少ないよ。まだずっと調子。写真撮るの知らないな、これ。次は播磨勝原、播磨勝原です。ドルフシーは左側です。発車します。ドアが閉まります。閉まるドアには気をつけください。めっちゃ走らなと思うし、マリンライナー、うん、端から端までいかない。次は網走市、網走市です。ドルフシーは左側です。
青市、青市です。ドルフ市は左側です。どうかお手をしてお待ちください。発車します。ドアが閉まります。車道にお気をつけください。松山市駅まで行かなかったな、坊ちゃん列車乗ろうから。そんな遠いの？うん。遠くはないけど、パッと歩いていける距離じゃない。うん、古町っていう風にこうやったら、あっちもすぐ乗れる。次は、パツノ、パツノです。のどくしりは左側です。すぐ走ってるけど、松山市駅のとこから行くやつやったら4時12分までまたかな、1時間ぐらい。
こに行くんやったっけ。2つのバツのです。それで指示は左側です。スドーサーセアの指定お待ちください。結構遠いよ。横川原も。山の中。発車します。ドアが閉まります。閉まるのでお気をつけください。伊予市とトナカか、トナカ港が近いか調べて。多分近い。伊予市20分で着くわ。でも35分まで電車ない。あれ、主の乗っていく電車ってどこ止まり。松山止まり。三好まで行くのに35分待たなかった。そうなの。多分いいのは電車をなんかくるくる乗っていくのが一番いいんじゃない。次はあいよいです。次の相生から新幹線こだま728号新大阪行き8時32分12番乗り場からこだま733号博多行き8時33分11番乗り場から阿公線三州阿公行き8時33分高列車が着きます1番乗り場からです。次は愛宵です。お出口は左側です。トナカ港まで行って帰って、で左側です。どうかお手話してお待ちください。
22分しかないから間に合わへんのちゃうかな。22分乗り、松山駅の57分、22分しかない。じゃあ何がチケット買ったりとかしたら、13分で着くけど、13分で着くけど、松山市駅乗れるわ、こっちの電車。発車します。ドアが閉まります。閉まるドアには気をつけください。整理券乗らなあかんの。次は梅です。お出口は左側です。
レットあるで。あんなお部屋こっちで見る。ゲームすんなよ。岡山3分乗りたい。船です。取口は左側です。どうかお手離してお待ちください。発車します。ドアが閉まります。閉まるのでお気をつけください。上郡です。次の上郡から智頭急行線普通列車鳥取行き8時50分智頭ホームから特急スーパー白鳥4号倉吉行き9時2分3番乗り場からです。次は上郡です。お出口は右側です。
氷、かき氷です。袖口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。発車します。ドアが閉まります。閉まるドアに気をつけください。次は三井市です。私は右側です。
三菱です。戸口は右側です。どうか手を離してお待ちください。
発車します。道路閉まります。閉まるように気をつけください。吉永です。ドレクシーは右側です。
吉永です。届く市は右側です。どうか手を離してお待ちください。どうぞ手を離してお待ちください。
発車します。ドアが閉まります。閉まるドアには気をつけください。ドアが閉まります。閉まるので気をつけください。ここ特急走ってんの？特急スーパー稲田の線路。ここ？上郡か六番まで住んでる。あるな、去年の、いや去年か、ある2月の終わりに私だけ行ったやん、あの時のバイト。
次はマンタミ、マンタミです。私はミーラーです。冬の間硬くなるからそれに弾かれて、どんどんもがれていく。結局、首長になってます。まず足が違う。次はセットです。私は右側です。これも安いやつ。これは安いやつ。全く同じかな。
神戸でまた3000円で売られていたので、今日来たので、先ほどここで買われたと。一緒の方だったんですか？まあ、色違いの。あ、そうなんだ。発車します。ドアが閉まります。閉まるドアには気をつけてください。東京行くのも考えたらいいんだけどね。
上等です。乗る道は左側です。ドアから手離してお待ちください。ドアが閉まります。閉まるドアに気をつけください。次の東岡山から赤穂線西大寺日向方面播州赤穂行き9時35分高齢者が着きました。同じホーム向かいの3番乗り場からです。次は東岡山です。乗り口は右側です。東岡山です。乗り口は右側です。ドアから手離してお待ちください。行くやつは岡山から。
まりなくて、一回行ったトイレは確認するの終電発車します。ドアが閉まります。閉まるのにお気をつけください。稲葉じゃないの、最終で内緒して直しておこうか。アイドル料理ではつって箱押しあるから箱まで入ってます。あの箱から駅間距離近い。じゃあここから駅間距離近い。かき氷とかで箱をやってくれた方がいい。あ、そう、ほんまにダッシュやでいいね。あの、あとはよくないで、パーク行って行って、ソーサーに取るとか飲んでおくとか家に行って、私ちょっと待って、私は、私は家に寝取って、とりあえずついて行くっていうのをいつやったのかな。ライブの次は高市は高島で、のぞみ市は左側です。貸しやからなって勝手についてるだけだから貸しにしたっていろいろ教えどこで反応ついてるかもしれない。家出るときからも教えて高島です。それでは左側です。ドアから手離してお待ちください。歩いて帰り。します。ドアが閉まります。閉まるのに気をつけください。これちっちゃいライトで夜見えんのかな。次は西ヶ原州立、西ヶ原州立です。袖口は左側です。
疲れたな。岡山に。ここからまだ4時間、5時間あるんちゃうかな。まだ9時やから、これから本番ちゃう。結構ボロくなってきてる。え？首？いや、毎日今日あるからな。明日もっと混んでるかもしれない。ちゃんとそうなんじゃなくて、店ラッシュ。やっぱり23で行った方が良かったらしい。23で行った方が空いてたかも。西ヶ原州立、西ヶ原州立です。窓口は左側です。どうぞ手離してお待ちください。終点の岡山です。お出口右側一番乗り場に着きます。ちゃんと座れてるの。岡山からの乗り換えのご案内いたします。新幹線ごろのお客様、新大阪東京方面は23番24番乗り場から、広島博多方面は21番22番乗り場からです。階段またエスカレーターから2階新幹線乗り換え口へお越しください。山陽線倉敷福山方面普通列車三原行き、2分の連絡で高列車が着きました。同じホーム向かいの2番乗り場から、瀬戸内線快速マリンライナー17号高松行き、3分の連絡で8番乗り場から、普通列車小島行き7番乗り場から、特急南風5号高知行き6番乗り場から、あくび線特急八雲7号出雲市行き2番乗り場から、普通列車22行き同じく2番乗り場から、津山行くやつが止まってる、津山線快速小時号津山行き9番乗り場から、桃太郎線総社行き10番乗り場からです。何だ桃太郎線でしょ。まもなく終点の岡山です。お出口右側一番乗り場に着きます。座口行きのお客様、ドアが開くまでどうか手離してお待ちください。またお忘れのないよう荷物の上や座席など周りをご確認ください。今日もゼル一瞬をご利用いただきましてありがとうございました。行くでしょ。ああ、バチシやしゅ、バチシ、バチシ、
出たところの前階段空いてる。下から行くか上から行くかやけど、まあ上から行こうか。